は5時42分です金曜園芸門のコーナーですこのコーナーは abc アナウンサーであり社会人落語家でもある私勝良沙耶が落語や講談浪曲文楽漫才などなど園芸に関するこぼれ話をお届けするコーナーです今日は野崎参りという落語のネタをご紹介します 有名なネタではあるんですけれども、5月1日から8日、ちょうどこのゴールデンウィーク期間中は、大東市野崎にあります、次元寺で観音さんのお祭りがありますね。実はこの期間というのは、昔々はこの1日から8日までで、昭和の中頃から1日から10日までの10日間になったんだそうです。で10年ほど前から、また1日から8日の日程に戻ったんだそうですね。 えただこの落語の枕というのはよくし家さんが言われている枕では「5月の初めの10日間は野崎の観音さんへお参りをする日でございまして」っていう説明がねよく聞かれるんですけれども今は8日まででなんだそうですただこれは師匠方が生きた時代であったりとかその師匠から受け継いだものであることその香りを感じ取っていただけたらなというふうに思いますね。 さてその野崎参りなんですがこんなお話でございます神方落語のネタでよく登場しますうっかりもんの記録としっかりもんの聖八キイコとセイヤンって呼ばれることが多いんですねこの2人が野崎参りに出かけますが道中キイコがもう足が痛くて歩けないと音を上げるのでセイヤンは墨の道まで船に乗ることを提案します 船の上でもワーワーしょうもないことを言うとりますキイコに西安は「そないいらんことばっかりしゃべるな」とたしなめて代わりに包みを歩いてるやつと喧嘩をせえというキイコは包みから石でも投げられたらどうすんねんと心配します野崎参りの喧嘩はななんぼ口で言い合いしても手一つかけんというのが名物やええかここで口で言い合いをする船が墨の胴へ着く先ほどは失礼いたしました これから仲良お参りいたしまよょか。さあ、おいでなはれや。ちゃちゃらちゃんちゃーっと踊りながら行くねや。行く道だけの喧嘩やねん。この喧嘩にいい価値さえしたら、その年の運がええっちゅうねん。運定めの喧嘩やないかい。なるほど。運定めの喧嘩か。ほな、俺やったろ。おーい向こうへ行くやつアホやな。向こうへ行くやつって。 朝の早かからこっっち帰ててくるるやつがあるか見てみみんな向こうへ行くやつばっかりやないかせやないがな誰なら誰と言わなわからへんやろがあそうか誰なら誰かおーい誰なら誰ほんまもんのアホやな、まあ、ごちゃごちゃ言いつつ女性と仲良さげに相合い傘をしている男性を喧嘩相手に定めます せいやんが口喧嘩のやり方を教えるけれどもいまいち頼りないきいこおーいおな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 ごにかさかささしかけていくやつへ、えー後先に見えまへんがわたいですかーいはーいあなた恋人かあほおのれじゃいわんかい そうかてそんなん言うたら向こう怒るで怒る境に喧嘩になるんじゃあそうか喧嘩するんやった何を言っても逆にやり込められるキイコにしびれを切らしこのままでは喧嘩に負けると成案が変わりますおい何やら踏んでるぞどーこーにー嘘じゃえさあこれでこっちの勝ちや え分からんえ嘘や言うたらこっちの価値なんかせやないがな何も踏んでへんのに踏んでるぞと嘘ついてやるとな下見て照れてるやろそれでこっちの価値やないかいなるほどそれなら自分もとキーコも他の人に喧嘩を仕掛けますがまたやり返されるそんな姿を見た堤の参拝客は「小さいのがへたりよった」とバカにする。 背が小さいことを言われるのが一番嫌やと腹を立てた金子はもっぺん言い返し方を教えてとせがむ。負けたらいかんぞ。ボーンと言うたれ。ええー、か小さい小さいと軽蔑するな。大は小を兼ねるとい,いえども、タンスは枕にはならん。牛は大きいてもネズミは用とらん。江戸は浅草の観音さん。おたけが一寸八分でも。 18件紙面のお堂に入ってござる山椒は小粒でもヒリヒリ辛いとこない言わんかいえ解説しますと「浅草の観音さんは56センチの大きさ、まあ、小さいんですよね。この小さい観音さん30メートル以上四方ありますお堂に入っている」「まあ大は小を兼ねる」「逆ですね」えー「タンスは枕にもならん」と。 小さいものはええんやぞということを言うてるわけですこれをキイコが真似をしますけれどもこんな風になりますイは小を兼ねる兼ねる言うてもなタンスは長持ちあれは嫁入り道具や牛は大きいてもあれは牛肉やぞお前らたこうてようかえへんやろざまあ見さらせ俺もまだ食ったことないわ 観音さんはおみたけが十八軒で一寸八分のお堂に入ってござる。ああ逆や逆やお前もう入れへんがな。あはは入れへんか。ああもうムカつくな。無理から押し込め。三んはなひりひりと辛いわーい。教えてもうたら教えてもうた通りはっきり抜かせ。男にこう言われます。三んはひりひりと辛い小粒が落ちてるわ。 どこに？おい、うつむいて、何を探してんの？じゃへえ、落ちた小粒を探してます。だいぶあのー、はしょりましてね、えー。させていただきましたが、伝わったかな、どうでしょうか。この野崎参りというのはね。歴代桂春団実生のお家芸で、三代目春団実生の記録というのは、とっても可愛らしいというふうに言われてるんですね。 であののの最後のこの「小粒を探してますという,ふうにね小粒が落ちてるわどこに?」って探してましたけれども昔はお金の銀の粒これを小粒と言うたんですね。で普通はその小粒が落ちてると思ったキイコがね下を向いてキョロキョロして「どこに?」って探すこのセリフで終わるところを三代目春團十勝はこう分かりやすくオチを付け足してるんです。 うつむいて何探してんのんじゃへえ落ちた小棒を探してますこれが「落ち」になったわけなんですねで、えー「春男児の出囃子」というのは大体「い野崎という、えー、曲なんですけれどもそれもこの初代春男児が野崎参りの「はめ物、えー」曲がね、えー、中であのお囃子がなるんですけれどもこれを「はめ物」というんですがこれをあの浄瑠璃の曲を入れたことから「 この野崎といいうう出林にななっていたそうなんです、ねえー、まあ歴史があるんですけれどもねあのそんな歴代春團次をしのぶ池田春團次祭りというのが今年も開催されておりまして第20回の今年は28日の日曜日はすでにもう落語会完売しておりまして27日明日の土曜日こちらはまだチケットあるみたいです。 池田市民文化会館アゼリアショーホール三代目桂春男児孫弟子 vs 梅の一門激突落語会15時開演です、えー、ぜひ行っていただきたいと思いますが野崎参りこちらもね1日から8日まで行われておりまして毎年本当に賑わうみたいですのでねぜひこちらも行ってみてはいかがでしょうかここいらでお時間となりました本日は野崎参りの一席をご紹介いたしました